体験、初代モンハンから登場しており、片手剣やハンマーなどと並んで、最古三武器種の一つ、一撃重視の武器であり、手数が少ない分一発の威力が高く、ヒットアンダーウェイがやりやすい。今では当たり前のように使用するため切りも、初代モンハン G、モンハンポータブルまでは存在せず、切り上げと投げ払いを交互に行う、通称デンプシーが主流のコンボでした。ドスでため切りを獲得し、セカンド G でバットアーティーと呼ばれる、後の先に大きな影響を与えた装備が、バランスブレイカー級の強さだと話題に、その後トライでため切りよりも威力を出せる強ため切り、フォーで強投げ払い、ワールドで強ため切りよりもさらに上の威力の新ため切りをそれぞれ獲得、そしてライズではかきり虫があることによって弱点である低い機動力を補っています。この武器種の一番の魅力はやはりため切りによる圧倒的火力、他の武器種では攻撃している場面でも攻撃を我慢することによって最大まで溜めた場合の威力は全武器中トップクラス、弱点部位に連続して当てることができれば連続でひるみを狙うことも可能、火力以外のスキルとしてはハイパーアーマーを用いてモンスターにご了承しても気絶しないように気絶耐性、戦法にもよりますが基本的にはあるといい集中、もう少し安全性や快適性を意識するなら脳刀術なんかもおすすめです。